久保さん。じめの一歩ですよね。じめの一歩なかなかみんなできないんですよね。何なんですかね。始めなければ始まんないんですけどね。始めるのにみんなビビるというか。なんでビビるのかなって。やらないことにビビらないっていうね。変えないことをビビらないっていうね <laughs> うん。まあでもビビってるんだけども。ビビってるんだけども、このままの収入で大丈夫かなとか。 あの、コロナこのまま出て、うちの会社大丈夫かなとビビってるんだけど、買えないんですよね。な、なんなんですかね <laughs>。うん。まあ、今回はアントニオ猪木さんを、<laughs> 僕これ好きなんですけど、これ行きましょうか。道。これに、すべてがは入ってんじゃないかなと。 アントニオ猪木道こ道,道どこにあるんだあまあまあこれ多分一部抜粋だと思うんですけどこの道を行けばどうなるものか危ぶむなかれ危ぶめば道はなし 踏み出せば、その一歩が道となり、その一歩が道となる。迷わず行けば、行けばわかるさ。わーみたいなね。うん。もう、もうこれに集約されてんじゃないかなと思う、思うんですけどね。うん。まあ、一歩を踏み出さないと道はできないし。うん。まあ、そんなシンプルなことですら、みんな、 できな,いですよ、ねうん、なんかすごくシンプルなんですよ、うん。だってやらなきゃ何も始まんないし。うん、でまあ僕はひしきりに言ってるんですけど、まあ久保さんも言ってますけど、YouTube やりましょうみたいなね。まあ0円でできるわけじゃないですか。で0円でできることになんでビビってんのかなみたいな。 これは普通にその店舗経営、カフェやるとかねあ、居酒屋やるとか分かんないですけど、そんな0円でできないですよ。<laughs> ね、これ自宅にいながらね、別に、そのなんか、できるわけじゃないですか <laughs> あ。もちろんやったことがないことは恐怖なんだけども、やらなかったらずっと恐怖のままだ、できないままだよと。 うん、やらなければできないままと。やればできるようになると。シンプルですよね。自転車の運転も乗らなかったら乗れなかったですよね。<laughs> そんなすげえ単純な理論も忘れちゃうんですよね。車の運転も車に乗らなければ車乗れないですよね。うん。じゃあ、その飛行機とか車、電車も全部ですそうですけど、うん、まあ飛行機もね。 日光墜落ジャンボジェット機だったかな。500人ぐらい死にました。実際事例はありますか、かここに。じゃあそれビビってね、あのい、いや、墜落したらやばいっつってね、飛行機乗らないですかじゃあ乗れないですね。じゃ車の、えー、事故、池袋の事故もありますけど、あ、いや、僕ももしかしたらアクセルとブレーキ間違えちゃうかもしれない。やばい。もしかしたら人が、 いきなり飛び出してくるかもしれない。危ない。もしかしたら車に整備、なんか不良がリコールかもしれない。危ない。乗れないですね。電車、福知山線。100人以上死にました。JR、危ない。乗れないですね。<laughs> うん、タクシーも事故あるだろうし。そんな思ったら何もできないですよ。本当に。何もできないですよ。 そんなもっと大きく考えたら日本なんか地震大国ですから地震がどこであるかわかんない。日本に住めない。でも日本に住んでるじゃないですか <laughs>。うん。ん。考えたらキりないです、そんなの。うん。だからまあ、あのー、何やってもリスクはあるので。 何やってもリスク。だから生きてるだけでリスクですよ。生きてれば病気にかかるリスクあるんですよ。あなたは病気にかからない体なんですかど,どうですかねいや、吉田さん、僕は病気、絶対かかりません。病気にかからない保証できます。マジですげえな、みたいな。ロボットですかみたいな。風邪もひかない。ウイル、あの、インフルエンザにもかからない。コロナにも絶対かからない。なんだろう、もう最強です。もうそれロボットちゃうかみたいなね。もう生きてるだけで病気にかかるリスクあるし。 生きてるるは死ぬリスクもあるし常に僕たちはリスクとん隣り合わせなわけですよだけどことビジネスの話をして YouTube とか Twitter とか Facebook とかね0円でできるわけですから何のリスクなのっていう <laughs> やらないことが本当にリスクかなと思いますね危なくなくないですか何が危ないですか0円でできるのに まあ、アンドニオ猪木さんの道に関しては、危なくながらあ、あまり謝ばみたいなね、危ないかもしれない。危ないですかね、YouTube0 円でやって。<laughs> なんかお金失いますうん、あんま聞いたことないですね。0円でやって、なんか YouTube 僕だけ、なんか入会金取られましたみたいなね。<laughs> Google に100万払いましたみたいなね。<laughs> アカウント取れません。Gmail 取れませんみたいなね。 今日から G メール撮れるしね。G メール撮れ,れば YouTube できるし。うん。そう。はい。もうアントニオ猪木さんの道好きですけど。これじゃないですかね。危ないと思うか思わないか。あなた次第ですね。危ないと思うんだったら電車も乗るな。危ないと思うんだったら飛行機も乗るな。危ないと思うんだったら新幹線も乗るな。危ないと思うんだったらタクシーにも乗るんだ。 危ないと思うんだったら一歩も外出るな何もするな行ってらっしゃい